始まりました。大喜利チームたち2。MC のちょめちょめクラブ、早乙女玲です。お願いしまーす。はい、お願いしまーす。お願いしまーす。お願いしまーす。アバタルトチーム。はい、お願いしまーす。どうも、ママタルトの日原です。お願いしまーす。まー、あ、ちゃんごめんね。ママタルトの大鳥ひまんです。まー、あ、ちゃんごめんね。もっと僕の髪が長ければフランス時です。フランスママです。お願いしまーす。一本くらいシャーペンくれよな。シャーペン欲しかった。最近のリカちゃん人形ってこんなセットもあるんだ、どんなの。お題提供2、3、ね、最近のリカちゃん人形ってこんなセットもあるんだ、どんなの。最近のリカちゃん人形ってこんなセットもあるんだ、どんなの。あのリカちゃんのあの煽り運転した後にずっとあの携帯で動画撮ってる時。いやいや、ね、最近のリカちゃん人形ってこんなセットもあるんだ、どんなの。あのリカちゃん人形の靴って子供がこう誤飲を防ぐためにあの苦く味付けされてるんですけど、あのそこに着目して、あの靴とあのサンマの綿とかのわらびを入れたセットを。最近のリカちゃん人形ってこんなセットもあるんだ、どんなの。あのリーゼントにサングラスで墓までリカちゃんのドキドキ成人式。荒れてるね、荒れた沖縄の。いいですね、かなりドキドキやけど。最近のリカちゃん人形ってこんなセットもあるんだ、どんなの。角刈りとジャケットと綺麗なブラウスで、バーバパパのビエセット。最近のリカちゃん人形ってこんなセットもあるんだ、どんなの。リカちゃんのドキドキ無免許整形外科失敗。いや失敗してんな。最近のリカちゃん人形ってこんなセットもあるんだ、どんなの。あのセンター分けで大きい背広を着たリカちゃんの真剣な時の松井秀喜。真剣な時は別にユニフォームだよ。最近のリカちゃんって、こんなセットもあるんだ、どんな の。 あの三菱のトンボのあのワンダースセットで。懐かしい。最近のリカちゃん人形ってこんなセットもあるんだ、どんな の。 あの白衣を着て、あの初老の男性になって、あのドラゴンボールのセンズのキロカロリー数とかを計算する、あの柳田リカちゃんセットになった。柳田リカをね、空想科学読本いいんだ。分かってください。次のお題いきましょうか。じゃあ、はい、いきましょう。次のお題は